はい、皆さんこんにちは、ワネリグリフィッシュです。信長の野望創造戦国立志伝、上杉憲政でのプレイ、続きをやっていきたいと思います。で、今回はですね、第4話ということで、もう1話2話で終わってしまうんじゃないかと。それも史上一つ武将大名自身一人っていうね状況でスタートしたこちらのシナリオなので、もう本当にすぐ終わってしまうんじゃないかと僕自身も思いながらプレイをしてたんですが、無事第4話目をお届けすることができて本当に、嬉しく思っています。で、前回までのおさらいですね、引き続き北条、武田、長尾、この3大国と同盟関係を維持しつつ、弱小大名ですね、を飲み込むという作戦のもと、今はですね、ご覧のように飛び地的な感じにはなるんですが、こちらの沼田、平井で、ちなみに平井を本拠地にしてます。で、岩槻、三部、大田原、大田原かな、ちょっと確認だけさせてください。大田原ですね、大田原、小峰、菅川、三春、この城を領有するところまで勢力としては伸ばしました。全国マップとしてはこんな感じですね。やっぱり目立つのが武田、北条で、目立った北条に対して今連合が組まれているという状況です。で、その連合、北条連合と実はこの長尾連合になっていて、盟友になってるんですね、両方とも。長尾家も盟友だし、北条も盟友だしみたいな形になってます。で、一応ですね、今の勢力図で言うと、長尾家が連合の盟主で、その連合の中にはなんと武田なども入っています。で、北条がその相対する連合という形で、我が上杉家としてはですね、その三大国に対してどちらの連合にも今のところついていないという状況ですね。これが吉と出るか凶と出るか。あとはですね、北進を続けていく中で、北の大国伊達家、こちらとですね、今同盟を結びました。というのも、他の小国を飲み込むにあたって、伊達がかなり邪魔だったので、伊達を一旦ね、戦争しないで済むように同盟を結んでいます。いずれはですね、伊達を飲み込んで、三大国に対してですね、合戦を仕掛けていくっていうのを目標に頑張っていきたいと思っています。では早速続きをプレイしていきます。今回の目標はですね、まずは何といっても佐竹、そしてこの 岩城、この辺りをきっちり取っておきたいなというふうに思っています。で、この2つの拠点を抑えた後ですね、できればこの相馬ですね、相馬をもなんとか飲み込んでいきたい、そのように思っています。で、まずはですね、この佐竹家、太田城、こちらの攻略に取り掛かっていきたいと思います。やっぱりその今ですね、城の数も、養生を始めます、報告します、武将の数も先月の収支、少しずつ増えてきている、そういう状況ではあるんですけども、いかんせんですね、質が悪い。こんなこと言うと怒られてしまうかもしれないんですけど、武将の質が恐ろしく悪いですので、やっぱり優秀な武将を一人でも二人でも抱え込んでおきたいなというところですね、思いとしては。で、あとはやっぱり生命線になるお金ですね、お金もきっちり稼いでいきたいので、やることをね、きっちりやっていきましょう。で、今はですね、特に必要なもので言うと、鉄が全然ないので、ちょっと鉄をね、買っていきましょう。で、プラスアルファで言うと、進出系ですね、をやっていくことによって、少しでも自分たちの収入を増やしていきたい、そういうふうに思ってます。では、前回取ったですね、三春城の方に人を入れていきましょう。三春には、そうだな、二階堂を入れていきましょうか。もともとね、二階堂の領地でしたからね、やっぱりその土地のものに任せるというのが一番いいんじゃないかなと。
で、あとはですね、治療でこの長尾正景に先ほど取った三春城、菅川城を与えていきましょう。で、狙いはこの佐竹義昭をまずは打ちましょう。そのため一旦兵を休ませたいので、少しだけ様子を伺っていきましょう。で、その間に何をするかというと、長尾家との同盟残り1ヶ月になってますので、これは続けますと。24ヶ月。で、こうなると外交で工作をね、忘れがちになるので、工作をしておきましょう。100になってるところに対してはもう必要はないですからね。100になってないところに関しては、きっちりと工作をしていきましょう。で、あとはこの本拠地平井城ですね、ここの天守を増築するにあたって、やっぱり人口が増えてこないと進出がね、できないですからね。おお、田村から6人武将を抱えたか。これは大きいな。さらに春信から木材350人もくれたか。これ佐竹を取るとここの金山が我がものになるな。是が非でもやっぱり佐竹は滅ぼしたい。まあもはや上杉も養生を始めます、報告します。弱小大名とは呼べないところまで来つつありますよね。しっかりと自分で一本立ちできるぐらいの力は持ちつつあるんじゃないかなというところで、兵1万を持って佐竹を攻略していきましょう。で、佐竹の外交状況でいうとどうでしょう。北条から援軍を要請してもいいかもしれないな。ちょっとこの後状況に応じて北条の援軍を要請していきましょう。で、北条から援軍が来るタイミングはあくまでもこちらが先に取り付いてからなので、このタイミングで援軍の要請をしていきましょう。やっぱりね、その他のビッグ大名に対して負けない力を持った武将やっぱり欲しいんですよね。今だとどうしても武将が、まあ、質があまりよろしくないというのがありますからね。続きなさい。かかれ。どうだ、さすがに佐竹の軍勢は強いな。おめでよ、報告いたす、報告いたす。先月の終始です。ただここは兵をそれなりに出してるので、どうしても負けたくない。なんとか取りたいですよね、ここまで兵を出してる以上は。我が軍力お見せしよう。ちょっと無理してでもさらに軍勢を出していきましょう。で、うまくこの佐竹を取ることができれば、武将の質っていう意味ではだいぶマシになるんじゃないかなと思うんですよね。で、ここで援軍か。いわきから援軍が来てるわけだな。北条宇治輝3200が援軍できてくれてるというのを思って開戦していきましょうか。
行くぞ。と思いましたけど、どうだろう、まだ2300いるのか。城兵が2300いるってなると、一旦解いて戦った方がいいかな。ご命令下され、報告いたします。先月の収支です。報告いたします。で、残る佐竹の軍勢が1600。ここをうまく叩けばというところですが、ここで武田勢と、ちょっと目を離しているうちに武田勢と北条勢が小競り合いを起こしてますね。この国峰近辺で北条勢と武田勢、これでミリタリーバランスが崩れないことを祈りたいな。まだ三大国に戦いを挑むだけの力はないですからね。もう少し力を蓄えてからにしてもらいたい。承知いたしました。承知いたしました。何、織田家は斎藤家によって滅ぼされた。なるほど、織田がいなくなったんだな。終わりから歴史はだいぶ変わっている。やはりこの山内上杉家が天下を取る日もそう遠くはなさそうですね。囲むのです。ご命令を報告します。先月の収支です。どうなったかというと、軍勢の数がだいぶ足りないんだな。せっかくここまで攻めたので、追加で派兵をしていきましょう。どうしても取りたいからな、ここまで来たら。出陣するぞ。平井からも兵を出して、なんとかここまで来たらここ取りたいですよね。佐竹出るぞ。そしたらここでようやく開戦していくって感じになりますかね。出され、報告いたしますぞ。先月の収支です。報告いたしますぞ。開戦ができない。このまま囲むしかできないのかな。兵糧が足りなくなるので騎乗させるしかないな。これは開戦していきたいところだけど、よし、ここで開戦できる。これで開戦していきましょう。おそらく今武の武将が先頭に立っていたんでしょう。これでこの城を取ることができれば、佐竹義明、始めようか。彼が配下に加わってくれれば、少しは武将の質という面でも改善が見られますよね。で、それをもって岩城、さらには相馬を飲み込んでいくっていうね、作戦でいきましょう。本当にここまでね、びっくりするぐらい順調に来てますからね。なんとかこの勢いのままに山内上杉家の天下を見たいですよね。当面の間ですね、この外交で守りのプレーをしているので、まあなんていうかな、おっかなびっくりみたいなことはしばらくはないのかなと思ってるんですが、いずれ来るであろう三大国のいずれかとの戦い、まあ、そもそもその三大国のミリタリーバランスが崩れていく日もいずれ来るでしょうからね。その時にどちらについてどう振る舞い、どう領地を増やしていくかっていうのをね、ちょっと見届けながらやっていく必要があるかなと思います。で、あとはちょっと自身が、こちらの軍勢が一人いなくなるとまずいので、と思ったけど、乗政が座して動かず、
さすがだな。このまま報奨の軍勢が先頭に立って城を落としてくれて、もうこの太田城は我がものになりますからね。教えてやろう我が戦を。引け。城門を破壊しました。さてこれで佐竹を取ったので、この後ですね、相馬の前にいわきを料理し相馬を平らげる、で全軍を持って伊達に決戦を挑むっていうのがいいのかな。ただ伊達が今上杉じゃない長尾家と連合関係、おっと待ってくれ、太田城がなんてこったー、北条に取られてる。そうじゃないんだよ北条さん、そこは欲しかったんだよ。マジか、大誤算だ。やっぱねそうそううまくいかないんですよね。ほとんど活躍してないもんな今の戦いで。何よりも本当は無駄に北条を助けてあげたってこと。まあいつも助けてもらってるからあんまり言えないんだけどね。確かに となると金山欲しかったけどしょうがないね。いわきだけは絶対取りましょう。一旦兵を休ませましょう。表情を始めましょう。先月の終始です。外交状況を確認しておきます。まず朝廷外交は OK ですね。で工作関係は伊達は大丈夫だし、北条ぐらいかな。こんなところかな。でそうなると相馬いわき、この辺りはねどうしても取らなきゃいけないですね。こうなってくると。で誰がいるんだって話なんですが、いわき重隆統率74か。うちに来たら一躍トップ武将だな。ぜひとも来てもらいたい。で相馬も欲しいけど相馬は2つ持ってんだよね城。相馬も統率85、いきなりトップ武将だな。やっぱり質が悪すぎるねうちは。かつ今ちょっとね佐竹攻めでだいぶ軍勢の数を使ってしまったんで、いわきを攻める力が今は残ってないんですよね。一旦ちょっと兵を休ませましょう。で兵を少し休ませたらすかさずいわき攻めを開始していきましょう。まあやっぱり他に取られてしまうのを一番恐れてるので、それだけはね絶対ないようにしましょう。で小競り合いが起きていた国峰に関して言うと、北条が武田から奪い取った感じですね。なるほど、武田は残り1万3000か。兵力で言うとこれだけ見るとうちと遜色ないですね。これ武田飲み込みたいな。ちょっとなんか一躍武田とこう結びたい気持ちに、うん、決戦に及びたい気持ちになってきますね。こうなってくるともしこの小諸城とかを取っていくとかってことになってくると、最後の一つの城はぜひとも我が上杉が落として武田の優秀な家臣団をそのまま召し抱えたい。もうそれしか武将の質を上げるいい手立てが思い浮かばないですね。まずはいわきを先に落としておきましょう。そういう意味では、ちょっとこの北条の動きが油断ならないものになってきてるな。
は幹の話ですね。飛ばしてしまいます。ご命令を。太田賞を取れなかったのは痛いな。でも本当にちょっと考えが甘かったですよね。ではこれ以上待っていると敵も膨れ上がりますので出兵していきましょう。1万の大軍を持って囲んでいきましょうか。我が策、戦場を制す。我が策、お見せしましょう。武田の内情は切迫。まあそりゃそうですよね。今武田なんといっても北条に攻められつつありますからね。まあただ今ちょうど画面上に出てきてる春信、後の信玄ですね。まあここで信玄がどう動くか。まあ、北条は相当軍勢の数整えてますからね。ご命令ください。それに対抗するにはやっぱりそれなりの武将の質、格ともに必要になってきますよね。名所があるけどどうにもならないかな。宿場を建ててみますか。行きましょう。出るとするか。これが戦の作法よ。他の武が全く言うこと聞かないね。出陣してきてもすぐ帰っちゃうからな。ご命令ください。出陣するぞっていうポーズだけですよね。本当にちゃんと出陣して。彼らが出陣してくれれば全て型はつくんだけど、召し上げるしかなくなるぞ。稚魚の召し上げだ。もしこれで帰るようなことがあれば。これが戦の作法よ。敵将、捕獲した。よし、ようやくご命令くだされ。報告いたします。言うことを聞いてくれたな。先月の稚魚の召し上げという言葉に敏感に反応したんだろう。さあ、平井城はこのまま一大拠点へと築き上げていきましょう。騎乗するぞ。騎乗しましょう。逃げ道は与えぬ。援軍が来たな。これは相馬の軍勢か。さすがの相馬の軍勢だな。2400。まあこちらは5000の兵なので、まあ、このままいけば十分に潰せるんじゃないかなとは思うんですが、無駄にやっぱりね兵力を使いたくないっていう思いはありますからね。貴重ですからね、我が方の軍勢の数は。ちょっと軍勢の数が足りなくなってきそうなので追加で派兵していきましょう。出陣します。ご命令を報告します。先月の収支です。報告します。
武将のやっぱり質が問われてますね、本当に。数で勝っててもここまで互角の戦いをさせられるとはちょっと思わなかったな。むしろ押されてる感じだよね。逆に進行を受ける、追撃を受けて、そんなことはないでしょう。報告します。ここはもう力攻めでなんとか取りましょう。お味方が捕らえられました。出陣します。養生を始めます。先月さてさて、こっから何、三春城には人が入っていないか。三春城に急ぎ人を入れて援軍を出させましょう。沼田からは線を出して間に合うかどうかだな。平井からは出兵したばかりで軍勢は整ってない。岩月から軍勢を出しましょう。ただ兵糧が不足していて軍勢が出せないか。ちょっと内政をしっかりやっとけばよかったなって感じだな。そうなるとちょっと取引でまた米をバシッと買っていきましょう。でこれで岩月から出兵できるはずなので、2500を出していきましょう。内政をもうちょっとしっかりやっといた方がいいとは分かりつつもね、内政をやるコストがない。我らに撃てる敵はありません。そうこうしてるうちに相馬が兵力を回復してさらに援軍を送ってくる可能性があるので、そうならないように。ご命令よ。報告いたす。報告いたす。先月の終始です。こちらを次々と兵を出していかなきゃいけないんですが、あとは配属移動で、よりきかな。ここにそうだな、平井にいるこの2人を派遣してあげましょう。でここにも派遣。これで三春城から軍勢が出せるようになるんじゃないかなと。ご命令を報告いたす。先月の終始です。これでやっと軍勢の数が整ったって感じかな。水田を立てていきましょう。もう米不足も米不足ですからね今。あとは平井城の回収。一気にいわきを落としに行きましょう。行くぞ。でこのいわきを取ってしまえば、あとは相馬ですね。相馬を叩きつつ武田信玄がどう動くかですね。もし本当に北条と一戦交えて北条が優勢に事を運ぶようであれば、ちょっと考えた方がいいかなって感じもしますよね。武田の軍勢家臣は相当優秀なのでどうしても欲しいですからね。敵城門突破しました。我らが攻めに耐えきれるか。城門を破壊しました。あなた方はもう終わりですね。かかれ。これが戦の作法よ。引け。さあこれで城門を溶かしたので乗政自身も進んでいきましょう。参ります。敵城門を突破しました。
太田くんが攻めて終わってくれるんじゃないかなと思いますが、でこの後ですね、さっきから再三お話しているように相馬攻めを行っていきましょう。で相馬攻めをするにあたっては伊達とのその同盟関係を維持したままなんで、リスクはそんなにないんじゃないかなと思ってるんで、きっちりと相馬を早々に片付けて来たるべき伊達あるいは武田あたりとの決戦に備えていきましょう。まあ、捕らえたり佐竹をね自らの手で戻せなかったというのは誤算ではありましたが、まあしょうがないところですよね。では治療で与えていきましょう。移動で配属じゃないですね、与力ですね、派遣していきましょう。こっからは田村4人をじゃあ派遣していきましょうか。で相馬攻めですね、この後は。で気になる武田と北条の合戦の様子ですが、ここは今すぐ動きはなさそうですね。このまま膠着状態が続いてくれていれば、その間に相馬の息の根を止めましょう。いや、だいぶこの平井城の要塞化が進んできてていい感じだな。で、そうなるとちょっと鉄が足りなくなってきてるので鉄を買っておきましょう。だいぶ両国の経営にも余裕が出てきましたね。我が領内に敵が迫っております。誰が攻めてくるって、三春城に米沢城から柴家がこんなところにいるんだ。三春城に攻め寄せてくると。で三春城近辺にはある程度軍勢もいるし、援軍要請でこの三春城にテルムナの軍勢、伊達勢の援軍を要請しましょう。ちなみに伊達と、待て、よく見るとこの攻め手の柴家は伊達との従属関係にある。なんか伊達の動きが怪しくなってくるな、途端にこうなってくると。だって伊達の従属下にあるこの柴家がこの上杉を攻めてくるわけですよね。で伊達と上杉は同盟関係にあるのに、その傘下の武将というか大名で攻めさせてくるっていうのはなんかな、伊達っぽいというか危険な香りがするな。お見せしよう。出陣します。出陣します。出陣する。何なんだこの茶番は、本当によくわからない。ちょっと確認しましょう。ここで何が起きてるんだ。ここは柴家、米沢城に入っている柴家の天道頼長隊兵数4000が三春城に進行中で、我らはというと伊達からの援軍が迎え撃ってくれてるでいいのかな。ちょっとよくわからないのでちゃんと確認した方が良さそうですね。
ちを追っ払ってくれたでいいのかな。何が起きたんだろう。ああ、芝家は今は伊達とはもう同盟関係はないんだな。なるほど。ってことはこの芝家が一つ次の攻略目標になりうるということですね。芝、相馬、この辺りが攻略目標になってくるということになりそうですね。で、せっかく今全国マップになりましたので、ちょっと他の大名家の様子見ときましょう。まず武田、さっき兵数1万3000ぐらいまで減らしてましたけども、3万6000まで回復してますね。ただ北条が14万抜けてるな。で、長尾が10万、前9万4000ですね。この辺りが大大名という感じですね。で、我が上杉というと城の数は多いんですけど、市場ばっかりなので、この大きな図で見ると、地図で見るとここだけポツンって感じですね。兵数1万6000か。ちょっとまだ戦える状態じゃないな。伊達が2万7000。やっぱり市場ばっかりになってしまってるっていうのが一つ、そのいまいち勢力を大きくできない、兵力を大きくできない理由になってんのかなと思うので、やっぱり一大拠点を取りたいですよね。そうするとやっぱこの箕輪城は取りたかったな。第2話長野家攻略戦で武田にね、かすめ取られてしまった。ここまあ、ただもう今そんなこと言ってもしょうがないので、やっぱり今相馬潰しに全力を注ぎますか。で、相馬潰しがうまくいけば、ことが運べば、それはそれでだいぶ北陸戦線がね、楽になりますからね。東北戦線って言った方がいいのかな。はい、というところで今回もね、時間がいい時間になりましたので、今回はこれで終わりにして、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。